高着装置省略メディアを再生するタッチゴーを行う旅客機タッチゴーは基礎飛行訓練科目であり滑走路上での航空機操作行動の一つである航空機を使用した飛行訓練時に学ぶ航空用語でもあり同時に滑走路上で再び離陸体制にならず完全停止状態になる行動も含まれ着陸を行う滑走路の路面状況を 判断するためにも使用される。通常、操縦士はトラフィックパターンと呼ばれる滑走路を中心とした左回り長方形の上習経路を旋回し、訓練を行い、最終目標である滑走路へと着陸した後、続いて離陸体制を取り再度加速し、滑走路を離陸していく。この上習経路は離陸、上昇、旋回、水平飛行、降下、 着陸と航空機を操縦するにおいて、すべての操作が含まれているため、これを幾度も繰り返すことにより航空機の挙動や特性、航空放棄や無線技術などを習得する上で非常に有効であり、一般的に飛行訓練では必ず行われている。イギリスでは、サーキットアンドバンプスとも呼ばれている。ベースレグを90度最終旋回し、 ファイナルに入ると同時にタッチゴーもしくは停止を宣言する。ありがとうございます。